たちはそれまで一緒だろうがよ。何でも置いて逃げる。志はあれど力のなかった私は生まれし時は違えども死す時は同じ運長益徳とそうちぎりようやく世に出る機会を得た。奮闘むなしく私は多くを失い命さえ落としかけた。なれど失意の底でも最後まで失わなかったのは仲間を信じる心、信じる心に応えてくれたそなた、そしてこれからも増えゆく絆のために私は再び前へ進もう。
そなたと兄弟の思いがこの身の妖気を鎮めてくれた。この恩生涯忘れぬ。いつか礼をさせてくれ。じゃあ花見なんかどうだ。いい場所知ってるぜ。それはいい。だが戦いはまだ終わっておらぬ。炎章は妖魔の軍で全土を従えようとしておる。そういや関東の空が変だったな。ありゃ炎章の仕業か。この暴挙を止められるのはそなたしかおらぬ。この場は我らに任せて曹操殿のもとへ戻られよ。炎章の野望を全力で打ち砕かねば。